こんにちは、パピザース三崎です。突然ですが皆さん、ドッグフードやワンちゃんのご飯の種類すべて答えることってできますか？日本ではナンバーワンのシェアのカリカリや、このチャンネルではほぼ毎回登場するウェットフードなど、普段から与えているものは皆さんすぐに答えられると思います。僕が思いつく限りワンちゃんのご飯のカテゴリーは5つ。今日はこれを1つずつメリットデメリット代表の商品の解説を交えながらお話ししていきます。この動画を最後まで見ていただければ、明日から他の犬友さんにご飯の種類って全部言える？私は言えるんだよねと自慢できます。それだけでなく、愛犬の体調に合わせて臨機応変にご飯を調整することもできるようになりますので、ぜひ最後まで見ていてください。それではワンちゃんのご飯の種類、早速いきましょう。ワンちゃんのご飯の種類、一つ目はドライフード。これは皆さんご存知のあれです。カリカリフードのことです。ほぼ全ての飼い主さんが一度は与えたことがあると思います。なんといっても常温で長期保存ができること、これがドライフードの一番のメリットですよね。お肉や様々な食材を乾燥させることにより長期保存が可能となり、飼い主さんが簡単で楽にご飯を与えられる。ちょっと言い方悪いかもしれませんが、今日解説する種類の中で一番飼い主さん目線で作られたのがこのドライフードです。おそらく与えているご飯のシェアナンバーワンであろうこのドライフードですが、しっかりとデメリットもあります。それはドライフードだけを与えている場合はしっかりと水分補給をしないといけないということです。長期保存を目的に食材を乾燥させているので、食事から水分補給ができない。なので食事以外からしっかり水分補給をしないと腎臓や泌尿器の病気につながります。ワンちゃんのご飯の種類2つ目はウェットフード。はい、出ました、僕の大好きなウェットフードです。缶詰やパウチで販売されている水分をたっぷり含んだご飯のことをウェットフードと言います。ウェットフードのメリットはとても多いです。食いつきがいいですが、カリカリのフードよりも食感や香りが良く、ワンちゃんも美味しいと感じるので食いつきがとてもいいです。次の食事から水分補給ができる。先ほど食事から水分補給ができないといったドライフードの水分含有量はたったの 3% から 10%。 それに対してウェットフードの水分含有量は 60% から 85%。 食事からたっぷり水分補給できるので健康管理にもバッチリです。その次の消化性がいい。柔らかいウェットフードは胃の中でも消化しやすく、お腹に優しいんです。最後の酸化防止剤や保存料がいらない。品質保持のために密閉容器に充填された後に加熱殺菌されるので、酸化防止剤や保存料は使用されていません。これだけ多くのメリットがあります。しかし、しっかりとデメリットもあります。食費が高くなる。乾燥させて水分を飛ばしたドライフードに比べ、たっぷりと水分を含んだウェットフード。体にはいいんですが、この水分にも輸送コストがかかってきます。そして、開封後は日持ちしない。これもやはり水分が原因です。水分を含んでいるので開封後は冷蔵庫で保管しても3日、冷凍で3週間が目安となります。ウェットフード、こんなワンちゃんこんな症状に。ドライフードを食べてくれないワンちゃん、水を飲んでくれないワンちゃん、歯や顎の弱った高齢のワンちゃん。ウェットフードでおすすめはこちら、テラカニス。個人的に一押しのウェットフードです。ワンちゃんのご飯の種類3つ目はセミモイストフード。これはもしかしたら初めて聞くっていう方もいるかもしれません。セミモイストフードとはいわゆる半生タイプのフードのことです。水分含有量は 15% から 30% と、ドライフードとウェットフードの中間的な存在だと思っていただければ大丈夫です。食いつきもよく、水分補給もそれなりにできて、柔らかいため噛む力の弱いシニア犬や子犬にもとてもおすすめなフードです。ドライフードとウェットフードのいいとこ取りでいいじゃん、そう思う方も多いと思いますが、セミモイストフードには少し気になる部分があります。それは細菌やカビの繁殖を防ぐ添加物を使用している、そして半生を維持する添加物を使用している、この2点です。細菌やカビの繁殖を防ぐ添加物を使用ですが、水分が多く含まれているために細菌やカビが繁殖しやすくなります。そのため細菌やカビの繁殖を防ぐ添加物、保存料やpH調整剤などが使用されます。半生を維持する添加物を使用ですが、開封後は乾燥しやすいため、半生を維持するために保湿剤が使用されます。セミモイストフード、こんなワンちゃんこんな症状に。食の細いワンちゃん、噛む力が弱いワンちゃん。正直まだまだセミモイストフードは勉強不足なんですが、ドッグボイス、これが今一番気になっているセミモイストフードですかね。また詳しくは別の動画でご紹介します。ワンちゃんのご飯の種類4つ目はフリーズドライ。皆さんも普段結構使ってるかもしれませんが、お味噌汁なんかでよくありますよね。水やぬるま湯をかければ元の状態に戻るっていうすごい技術のあれです。科学は苦手なんで技術的な説明は割愛しますが、気になるっていう方はアニメドクターストーンをご覧ください。面白く分かりやすく解説してくれます。概要欄に貼っておきます。話を戻します。
ドッグフードにおいてフリーズドライのメリットは実はワンちゃんにも飼い主さんにもとても多いんです。まずワンちゃんにとっては食いつきがいいことと栄養価が高いこと、飼い主さんにとっては持ち運びが便利だということ、水かぬるま湯で元の状態に戻せるということは生の状態に戻るということなので指向性が高く食いつきが良くなります。加熱して乾燥させるドライフードと違って非加熱で乾燥させるフリーズドライは栄養価も保たれるのでドライフードに比べても栄養価が高いんです。そして飼い主さんにとってのメリット、フリーズドライは軽くてかさばらないのでお出かけの際のおやつや旅行や災害時の非常食にもバッチリで非常に便利です。これ結構大事ですよね。ただしちょっと効果という点、これが飼い主さんにとってはデメリットになるかなと思います。加熱殺菌しないフリーズドライフードは狂牛病や口蹄疫などの伝染病が発症していない国からしか輸入することができないんです。そのため輸入国が限られるため輸入コストがかかり高価になっちゃうんです。でも1日あたりに与える量はかなり少量になるので1袋あたりの金額は高いなって感じるかもしれませんが、1日あたりの食費で考えるとそこまで高いなと感じないかもしれません。食費の計算方法については過去にアップしたこちらの動画で説明しています。まだ見てない方はぜひご覧ください。フリーズドライ、こんなワンちゃんこんな症状に、好き嫌いの激しいワンちゃん、少量しか食べないワンちゃん、子犬や高齢のワンちゃん、有名なフードでいうとこちら、詳しくは過去の動画をご覧ください。ワンちゃんのご飯の種類5つ目は冷凍フード。冷凍フードはさらに3つのカテゴリーに分けることができます。生の素材がそのまま冷凍されているもの、生の素材を栄養バランスを考え混ぜ合わせたもの、加熱調理後の手作りご飯を冷凍したもの、今回はこれらすべて冷凍フードとしてお話しします。冷凍フードのメリットは2つ、生の素材をそのまま与えられる、食事から水分補給ができる、手作り食やドッグフードのトッピングとして与えることでとても手軽に生食を与えられる、これが一番のメリットですよね。そして生の素材や手作りご飯というのは食事からの水分補給が可能です。逆にデメリットは冷凍庫の場所を取る、解凍に時間が必要、消化性の問題。冷凍庫の場所を取る、解凍に時間が必要、この2つは分かると思いますが、消化性の問題、これはどういうことかというと、生食をうまく消化できない子や菌に打ち勝てない子がいるということなんです。犬は本来捕らえた獲物を生で食する生き物ですので生食が合っていると考えられているんですが、生まれてから生食を食べてこなかったということを考えると注意が必要です。冷凍フード、こんなワンちゃんこんな症状に、ドッグフードを食べてくれない子、食欲がない子、体重が気になる子、有名なフードでいうとこちら、バーフダイエット、オーストラリア産の冷凍生食です。というわけで今回はワンちゃんのご飯の種類、僕が思いつく限り全てお伝えしました。最後まで見てくれたあなたは明日からドヤ顔でご飯について他の飼い主さんに語れますね。語り尽くしたらしれっとこのチャンネルをおすすめしといてもらえますか。喜びます。今後もワンちゃんのご飯の情報をたくさん配信していくので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは今回の動画は以上です。ありがとうございます。